こんばんは。こんばんは。本日はこちらです。来ました。来ましたね。はい、キリンから発売されております。はい、ジンですね。はい、森の花というジンでございます。はい、前回缶のやつをね、はいはい、やってみてジン気になるやんということで、こちら買ってみました。キリンさんからのサイトから直ですよ。社内と買えないんですね。はい、こちらの味を今日は見ていきたいと思います。はい、では行ってみよう。行ってみよう。開けてみます。どうっす、なんだろうこの焼酎感。あれなんか焼酎感だね。焼酎感すごいな。いいね、キリンさんらしい。そうですね。ボトルデザインがなんちゅうかな、渋すぎるだろうって感じの。なんかジンってもうちょっとなんか華やかとかね、おしゃれだね。そうそう、そういうイメージありますけどね。洋風なデザインにするんですけどね。そうですね、サイレントプールとかさ、なんかもうちょっとかっこいいイメージなんですけども、いや俺はこうだからみたいな、はい、ジュニパーベリーがボタニカル 100% ということで、はい、その他は入れてないんですよね。うん、粗挽き製法でしたっけね。はいはい、ジュニパーベリーを粗挽きしてそれをやるみたいな感じなんですが、香り豊かな森で深呼吸するような爽快感を感じる澄み切った味わいのプレミアムジンということで、食事にもよく合いリフレッシュと癒しをもたらします。丁寧に手間を惜しまず粗挽き蒸留したプレミアムな美味しさをお楽しみください。うん、新開発だそうです、粗挽き製法。うん、はい、ジュニパーベリーの綺麗な美味しさだけを抽出、お力強くも雑味のない透き通る味わいを実現。焼酎にも使用する蒸留釜でボタニカル浸透液を蒸気吹き込みにより蒸留することで、より生き生きとした華やかな香味を残した陣に仕上がるということで、粗挽き製法は特許申請中だそうです。へえ、公開されたら見たいですね。見たい、粗挽き製法ね、見たいですね。うん、ジュニパーベリーは西洋ネズですね。はい、はい、ネズの実です。はあ、北マケドニア、ボスニア、ヘルツィゴビナ、セルビア、アルバニアなどが主な産地でございますが、どこから取ってんだろうね。ジュニパーベリーが美味しいとジンは確かに美味しいんですよ。あの辰巳さんが出してたジュニパーベリーオンリーの、ジンあったじゃないですか。あれいろいろな人に聞いたら、あれはジュニパーベリーが全然うまいやつ使ってますね、話でしたね。なのでやっぱ物によるんですよね、質によるというか、そういうことはそうですが、ジュニパーベリーもね、日本でもあるんだけどね、うん、なんかね、やっぱあのネズっていうとその西洋ネズじゃなくてね、うん、あの普通のネズの実だったらあるんですけど、 海岸沿いとかさ、うん、そういうところにもあったりとか、日本だと広島が一番なんか、あの自然に群生してたりとかするらしいんですけど、せっかくクラフトジンとか最近ほらあるじゃないですか、なんですけど、なかなかそういう日本固有のネズを使うっていうのはまあなくはないんだけど、そんなにポピュラーじゃないよね。なんか違うのかな、やっぱ味がねという感じですが、いろんなレシピもありまして、はい、例えばこの森の花にトニックウォーター、それあとバルサミコ酢とかね、ほう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 、そういう感じだったりとか、製造場所はメルシャンですね、八千代工場、はい、値段がですね1本3960円です。700ミリリットル、そうですね、74000円ってことですね。ざっくりそうですね。なのでちょっといい感じの、そうですね、うん、サイレントプールぐらいかな、ちょっとサイレントプールの方が若干高いかなぐらいの金額です。ボタニストとかそれぐらい、ああボタニストそのぐらいかもね。では、はい、味見てみましょう。渋いな、渋いっすよね、渋すぎる。ボトルの形状はもうウイスキーのよく見るやつですよね。おわすげえ、一気に焼酎感増し増し。そのこれそのスクリューはかっこいいな。いや逆にいいよね、うん、ここまでなんていうの、渋いな、渋くしてくれると。まあ焼酎のメーカーがね作ってるというか、一応焼酎のその伝統的な製法というか、うん、その技術を使ってるからあえてこうなんですかね。だとしたらなかなか思いがこもってるような気はしますけど、はい、すごい注いでるところから香りがしております。色は無色透明、はい、はい、です。めっちゃいい香りするじゃん。あら
あら、あ、いい爽やかだね、うん、ジュニパーしっかりしてるんだけど爽やか、重たいっていうよりはすっきりしてるけどしっかりしてるジュニパーの香り、うん、焼酎作りの焼酎だ焼酎だとか言ってたけど香りは全然ねないですよ、焼酎とかそういうのはないですね、はい、何を使ってるか分かんないですけどね、ホワイトスピリッツのね、アルコールの部分とかですね、うん、一応国内製造醸造アルコールとしか書いてませんので、うん、香りの段階では全然、うん、芋っぽいとか麦っぽいとかは感じないね、感じないです、すごいジュニパー米でもないですよね、でもない、甘い感じは出ないですからね、青っぽい草っぽい感じ、うん、森で深呼吸するみたいなのはこういうところでしょう、うん、なんか森で例えるとちょっと切り立てな木とかね、針葉樹林って感じですね、うん、イメージは伐採した瞬間こういうね、うん、あの 青っぽい香りするじゃないですか、うん、なんかそういう感じですよ、うまそう、まあ、香りの段階ではすごい全然美味しそうです、美味しそうです、はい、では味いってみましょう、いただきます、うん、入り口こうジュニパーの感じとかね、うん、ふわっと香ってその先は若干の苦味みたいな感じですかね、うん、軽く、ただ全体的にすっきりしてる、そうですね、うん、すっきりしてるので飲みやすく作ったんだろうなっていうようなイメージ、うん、ストレートに飲むとかロックで飲むとかで感動は得られないかなとは思います、なんかこのシーンうめえなってわけじゃないんですけど、全くもって何でしょう、そのジンを初めてじゃあトニックウォーターでとかなんかで飲むっていう人には雑味なくて癖もないし飲みやすく作ったんだ、そういう人向けなのかなみたいな、そうですね、そう、そんな感じですよ、カクテルベースに良さそう、ね、良さそうですね、全く邪魔しない、邪魔しないんで、邪魔しない、だから割るものによってはそっちの割り剤の方がダイレクトに感じてしまうかもしれないってぐらいかな、邪魔しないね、ほんと名前の通り森の花だ、そうですね、完璧ですよ、うん、口の中にずっと残り続けるよね、そうです、ジュニパーですかね、ジュニパーですね、うん、森林の感じが口の中に残り続ける、生木噛んだ後みたいな、あ、そう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 、そうですそうです本当ね、うん、そうですね、そんな感じです、我々のチョイス、そういう風にしてる、あなたのチョイス、はい、はい、ですでは、加水をしまして、でもまあ混ざり物がないですからね、うん、あー、なんだろう、優しくなったね、うん、なんか若干出汁感というか、出汁感、松ヤニ感が強くなる、林業の人は仕事を思い出すかもしれないなんでしょうね、こうさ木を切ってたりとかするとさ、なんか若干塩っ気じゃないけどさ、なんかありません、塩っ気、塩っ気のような出汁感みたいな、なんちゅうのこれ、それを感じるんですよね、昆布の表面みたいなような、太い木であればあるほど感じるんですけど、まあでもそうだね、なんかヤニなんだろうな、うん、きっとな、樹脂、うん、樹脂ですよね、うん、すごいそれが強く感じるようになった気がします、味いきます、いただきます、あ、優しくなったっすか、優しくなっちゃったね、うん、こっちの方が甘みとかがよく拾えると思う、そうですね、うん、柔らかいですよ、うん、全体的にキリッとしてなりましたね、うん、そうですね、終わりかけにちょっと苦みがふわっとくるぐらいで、味わいに関しては全部まろやか、うん、まろやか、すっきりしてるけどまろやか、甘いわけじゃないけど甘さね、うん、これのジントニックとか飲んでないですそう、ギムレットとか美味しそう、ギムレット、ホワイトレディとかでもいい。どうだろうね、負けないかね。マティーニでもいいんじゃないって思っちゃうんですよ。結構負けるのかな。もしかしたら負ける。あ、ペライカってことか。そうね。まあジントニック作ってみて、あ、そうですね。その感じが分かるかもしれないですが。
ライム絞んない方がいい気がするんだよな。ちょっとだけにしましょう。香りがいいっすよ。めっちゃ香りはいいね。香りいいっす。すごいジュニパーの香りが際立ちます。うまそう。優しい。いや、僕好き。多分ね、好きな人多いんじゃないかしら。これ僕好きだわ。あながち香りもそれなりに来るし、かといってなんか嫌なところないっすよ。ない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 。30、これちょっとグラスが大きいんで45入ってます。1対3くらいですか。すごい優しいっすよ。ちょっとうまい。優しい。この時点でね、ジュニパーの香りすごいんですよ、うん、ね。絶対うまいやつってなる。いい香りだなってなって、優しい。がっちりめが得意じゃない人にはいいです。いいですね、うん、あの冬場のジントニックな気がします。ちょっとまろやか、丸いじゃないですか。なので、あの暑いさなか店来てキリッとしたジントニックを飲みたいっていう時にはちょっと向かないかもしれないですね。そうするときはやっぱタンカレーとかそういうのがいいと思うんですけど、これは冬場にフラッと来てジントニックゆっくり飲むみたいな、なんかホッとするよね、これ。あれ、いいんじゃないですか。いいですよね。もうこれいいっす。カクテルに使ういいと思う。ショートとか飲んでみたくなりましたもん。いいの。いいよね。ちょっと、はい、あ、すいません。ソーダ割りね、うん、まあ1対3ぐらいですか。あ、ソーダ割りは結構逃げえな。おお、なんだこれ。ちょっと濃かったかね。1対5ぐらいで。おお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 。ああ、でもなんかちょっと苦いね。うん、ソーダ割りはだいぶ苦い、うん、これだったら他のソーダ割りの方がいいかな、うん、比率なんですかね。比率はあると思いますけど、ちで決まる場面があったり。ただ1対3でも1対5でも苦い、うん、多分これ1対6ぐらい、まあはっきりはしないですけど。でもちょっとスカスカ感になっちゃった。でも負けては来ないんだね、これだけ。負けてないね。負けてはないよ。香りもちゃんとあるし。ソーダじゃないね。トニック。トニック。トニックもバッチリハマってましたね。はい。トニックウォーターがいいですね、うん。ちょっとホワイトレディーをじゃあ。はい。
どうぞ。ありがとうございます。いいんですか、一杯目、一口目。どうぞ。いただきます。通称のレシピです。ああ優しい。ああ、うん、やっぱキリッとしないね、うん、もうあの丸い感じですね。キレを求めるとちょっと違うよね。違うね。ずっとこう森の感じが口の中にいるし、うん、コアントローとも調和しちゃって、うん、あながち甘みをあんま感じないというか、うん、やっぱ加水で、単純な加水とか、まあ氷でね、加水されたりとかするんですけど、それと若干やっぱ苦いのかね。うん、でも嫌な苦さじゃないよね。うん、嫌な苦さではないんだけどね、まあ、がっつりジュニパーから来る苦さなんだと思うんですが、うん、後が、真ん中がそんな苦いのに、なんで始まりこんなに丸いのっていう。あ、そうだね。そうそうそう、その違和感で、なんかうんってなっちゃう。なっちゃうね。この手のショートって入ってきた瞬間からもうスパーンって切り込んでくるっていうイメージがあるじゃないですか。あるね。腰の低いおじさんがやってきましたみたいな感じの入り口ね。入り口、いらっしゃいませなんて言って後味なんだね。後味、後味急に癖が癖強いおじさんに、俺おじさんがちょっとこのおじさん意外に苦かったんだなっていう、なんかそういう感じですな。これな、温度が落ち着いてくると良いかも。ちょっと無理に温めていいですか。あ、じゃあギンギンにしない方がいいってことかね。多分そうかもね。すごい硬い氷を使ったんですよ。2日3日こう冷凍庫で寝かしてカチカチになった氷を、はい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 、今使ったので結構キンキンなんですよね。でもかといってそこまで加水されてないと思うんですよね。緩やかな、ほんのちょっとの加水だと思うんですけど、温度が、あ、これくらいのキレが欲しい。あ、そうね。あ、うん、これぐらいだね。そうそう、味わいはね、うん。味わいはこれぐらいなんですけど。味わいはね、今ね、すごいあのいいですよ。そう、あの温度でこの味わいが欲しい。そうだな。うん、今すごいちょうどいいジュニパー感と、そうそう、ほんのちょっとの甘み。甘みと、そうですね、コアントロとの調和とレモンのスッキリさがベストな感じの温度なんですけど、軽いビターでね。そう、ただ若干ぬるいね。うん、扱いはなかなか難しいですね。カクテルショートだと難しいかもしれないですね、うん、なんですが、やっぱジントニックは素晴らしい、うん、バランスでしたね。バランスでお家で飲むにしてもいいでしょうし、作りやすいんじゃないですかね。多分変な風に作ったって美味しくできるんじゃないですか。これくらい置いてもちゃんと。あ、そうですか、うん、香りはしっかり、うん、これくらい置いといてもだよ。でさ、あのトニックウォーターのほんのちょっとした苦味とちょうど調和するんだね、うん、これね、うんうん、そう、うん、繋がるんでしょう ね、 ね、美味しいですね。美味しい、うん、ゆったりふんわりしたジントニック、うん、優しい、はい、暖房の効いた部屋の中で飲みたいジントニック、ね、そう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 、ストーブを囲って飲みたいジントニックって感じですか。そうですね。だからなんか重ためな料理とかいいかもしれないですね。そういうものゆったりした空間でぜひ飲んでいただきたい、うん、鍋でもみんなでつつきながらとかさ、いいですね、そういうジントニック作ってみるといいかもしれないですね。はい、はい、というわけで、森の丘でした。はい、はい、ぜひそのようにお使いください。ありがとうございました。 YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。